教員のやつもすでに始末してやったぞ。ポルナレフはどこぞに潜んでいるな。はあ、どうでもいいがな。次は上太郎。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとてお前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないがパワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない撫でるだけのことを言うのか。2万円もしたズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやってもうちょっとだけ試してやるか。ラッシュの速さ比べか。ダムダムダム、ポルナレフ。ザ・ワールド、時は止まった。時は動き出す。惜しかったなポルナレフ。これより静止時間9秒以内に型をつける。ザ・ワールド、1秒経過、2秒経過、3秒経過。ディオは時を止めたままなぜゆえか姿を消した。4秒経過。しかしジョータローは考えるのをやめた。ディオが何を策していようと、ディオが静止した時の中で2秒間だけ動くことのできるジョータローをどんな方法で攻撃してこようと、もらった2秒という時間だけスタープラチナをぶちかますだけだ。5秒経過。俺が思う確かなことは、ディオ、てめえの面を次見た瞬間俺は多分プッツンするだろうということだけだぜ。6秒経過。消えがれ、ディオ。7秒経過。ローダローラーだ。いや、